アゴヒゲアザラシは、アザラシかアゴヒゲアザラシ属に属する海生哺乳類。北極点を中心にし、北緯80度以南の北極海周辺から、ベーリング海、オホーツク海、大西洋のセントローレンス湾に分布する。また、個体数は50万頭で半数がアラスカ海域に生息する。体長は200から260センチメートル、体重200から360キログラムになり、 北極海に生息するアザラシの中では最大である。体表に模様はなく、体色は淡灰色からアンカシ色。体の大きさに比べ頭部が著しく小さい。名前の通り他のアザラシに比べヒゲがよく発達しているが、ヒゲは名前に含まれる顎からではなく、上唇付近から生えている。日本近海に生息するアザラシ5種のうち4種は、 ゴマフアザラシ属に属するが、本種の実がアゴヒゲアザラシ属に属する。単独性で流氷屋が移動する、比較的浅い沿岸域を好む。流氷と共に春から夏は北へ、秋から冬は南へ移動する。北海道では流氷域に少数の子供が見られるが成獣は稀である。ゆえに日本の首都圏にアゴヒゲアザラシのタマちゃんが現れたことは、 極めて稀なケースである。天敵は、北極熊、シャチなどである。潜水に適したアザラシであり、水深50から200メートルの海底で各種のカニや、エビ、貝などの底生無脊椎動物やタラなどの底生魚を吸引し採食する。氷上のアゴヒゲアザラシ性成熟年齢は、メスで5から6歳、オスで6から7歳である。4月に、氷上で一死を産む。 産後の体重は3 5ラム前後あることや、すでに防水性の毛を持ち、生まれた時から10%近くの皮下脂肪を蓄えていることから、すぐに子は、親と共に海に入り、徐々にではあるが泳ぎ始める。皮下脂肪が3%ほどしかなく白い産毛のままでは、水を通してしまう産後の縦ごとアザラシが、10日ほど経ってから海に入るのとは、対照的である。交尾は五月である。 この時期になると、オスが喉を膨らませ水中で発生し、メスへ求愛する。この発生は1年のうちの数週間だけである。寿命は25から30年である。中ちゃんをたる水族館の飼育個体20世紀の初頭、オホーツク海には23万頭生息していたと言われるが、ソ連が捕獲し減少した。え、頭数に寄生を設けた結果、 1980年代の初めには19万頭にまで回復したとしている。2002年東京都の多摩川にオスのアゴヒゲアザラシが出没し、タマちゃんと名付けられ、ブームが起こった。また、2005年11月頃から、徳島県長郡中川町の中川に、アゴヒゲアザラシの中ちゃんが現れブームになるも2006年8月末に中洲で死んでいるのが見つかった。日本では、 日本の動物として海洋堂の食眼蝶呼吸でフィギュアが商品化された。ありがとうございます。